関清説は、明治から昭和にかけての臨済州の前奏。道合は、清説は、法意名は、元清。室合は青、我室。別に、青我、れ、晩年、我沖など号する。属性は関。兵庫県浜坂町出身。最初は、天竜騒動の橋本画山に参戦。画山宣言後しばらくして、神戸徳光院の高木竜園に随時死死法。 1922年9月、臨済州、第七代天竜寺派官長に就任し、官長在位のまま1945年戦へ、横飛吹68、1877年1月18日に、浜坂町で生まれた。父株、本弁十郎悪、母千代、三男四女の末っ子、陽明を尚之助といった。父の悪は、須山と郷氏、絵師として知られていた。 ここの土地の風習に従って、章之助は、生後間もなく、捨てられ、同地の天となり寺前住職の人志船穴尾に、拾われた。1879年には、天となり寺住職の関祖春と、養子縁組がされ、1882年には、養父で師匠の関祖春につき得度し、元清と名付けられた。また、前住職の人志船穴尾からは、経典祖録の教えを受けた。 人氏船ふなおは、岡山の草原寺で修行し、土地の人からは、生き仏のごとく崇拝されていた。その後9歳になった、元清は、1886年になると、消防寺の楽々北陰王省について修学。北陰王省は、草原寺の木山前大の下で修行、明神寺の古市慶馬モルニや、小国寺の鬼の独演らと同山であった。 1893年元清が16歳の時、天竜騒動にかけとう。夏暗挙は高木竜園老子に随犯して、富山の国体寺の血清に行く。そして冬暗挙の時からは天竜騒動しかが館長を兼任していた高木竜園から橋本火山に変わったので、その後火山の鉄椎を以後7年間受けることとなった。そして1900年9月に、 天となり寺住職となったが、その年の10月には、まだ若い橋本画山が突然宣言した。そんなこともあって1902年には騒動をしばらく、暇しき教する。29歳の時に、天となり寺住職を辞任し、2007年、関星節が30歳の時に、神戸にある徳光院にかけとう、高木隆園老子に随時参千死死法する。 その後、徳密院住職となった後、1916年、関西説は天竜寺達中寺住院の住職となる。1920年インドを訪れ、四大聖地を、はじめ、各物石を巡配する。これには、奥大説が同行した。1922年の5月に天竜寺派館長の高木大学が宣言したため、同年9月、天竜総道鹿並びに、 臨在州天竜寺派館庁に就任。1934年、五代五天皇六百年代法要を今守。1938年には、将兵遺門のため、二回にわたり法中、山田武門らが同行する。1944年臨在州各派合同第三大館庁に就任。そして翌年の10月2日に宣言。以下は、法師、関巻を沖永、 師匠の石清説に関しての思い出である。名人と言われた、清水焼の清水六兵衛さんが、石清説館長に差し上げるために、自分で焼いた皿を天竜寺に持って来られた。会食後、あと片付け最中、私はお客様の前で緊張していて、その大切な皿を持ち上げた瞬間、手を滑らせて、ま、二つに割ってしまったのです。まさに全身から、血が伏せて凍りついたようになった。 その時、関西説館長の声が聞こえたのです。おい、怪我しなかったか思いもかけぬ、いたわりの言葉と申し訳なさに、私はなぜか泣けて仕方がなかった。この言葉で私の運命は変わった。よし、関西説老子に生涯使えてみようと決心したのでした。書は、もちろんのこと、関西説の父が絵師であったこともあり多くのがも残している。 手だるま諸祖半身像天竜寺像、伝房仏祖図釈尊八十一伝房社門、清潔金鬱し、徳光院像、広子源寺美社門天像広子源寺像、金剛力士像地図院像、観山修得店、隣寺蔵。ありがとうございます。